皆さんこんにちは、ルミコです。ご視聴いただきありがとうございます。今回は移住して7ヶ月が経つ三重県熊野市での田舎暮らしの魅力や楽しさについて Vlog にしたいと思います。ぜひ最後までご視聴ください。まずこちらは家の裏に流れている熊野の清流、大俣川です。緑の中で鳥や動物、虫の声や川のせせらぎが聞こえると深呼吸したくなります。ここには主に鹿や猿、イノシシや熊などが生息していて、人より他の生き物の方が圧倒的に多いので、自然の中にお邪魔しているという感覚でこの田舎暮らしを楽しんでいます。こちらは家の裏山で鳴いていた鹿の鳴き声です。普段は夜活動しているのに、最近は昼間に鳴き声がします。警戒心が解けたんでしょうか。熊野で生活を始めて間近に感じるのは、生命が自然に循環しているということ。痩せた土壌も葉が落ち、腐敗した葉は土となり、バクテリアが育ち、それを食べる虫が生息し、生命が循環することを間近に見ていると、私たち人間は悩んだり葛藤したりするけれど、もっと力を抜いて生きる喜びや生まれたことへの感謝にあふれる日々を過ごせたら素敵だなとか、美しくてポジティブな生命力のエネルギーを大自然から学んでいる気がします。もちろん自然界の生物は弱肉強食感もダイレクトです。みんなの畑は様々な外敵に狙われ、柵などの対策は一苦労です。でも生き物は生命力にあふれキラキラしていて、田舎に住むということがこんなにも心地よく豊かなことだとは、移住するまでは思いもしませんでした。家の目の前の田んぼが黄金色に輝く収穫期には、サネリチさんが少しだけお手伝いをさせていただきました。毎日食べているお米はこんな風に大切に作られているのかと、大変感慨深かったです。こちらはご近所で大変お世話になっている方にミョウガをいただいているところです。無農薬で様々な種類のお野菜を作っていらっしゃる方で、旬の美味しいお野菜をいつもお裾分けいただいています。熊野の魅力を教えてくださる先生でもあります。後日お手伝いのお礼にと新米をお裾分けいただき、あまりの美味しさに感動。熊野の地元の皆様は本当に温かい人ばかりで、移住先がここであることに感謝する毎日です。まだまだ7ヶ月の未熟者ですが、これからますます大自然のある熊野の暮らしを楽しんでいきたいです。皆さん、最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。楽しんでいただけた方はチャンネル登録やいいね、コメントもお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた。